バンドマークと知力、体力、浪人数、全国浪人クイズ選手権私立文系バラマキクイズ優勝者キュー東大医学部頭良くないか。どうも東大医学部頭いいおじさんです。よろしくお願いします。ということで、はい、自己紹介もよろしくお願いします。はい、拓郎だけど現役工学川上です。よろしくお願いします。トマホークチャンネル仕様を用意してきたいな。その名前がね、タクローなんですけど、購入せずに大学に受かってしまいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でも最近現役ごっこでも出れるようになってきて、そうなんです、そうやって徐々に綺麗に綺麗に最初はこういう汚い人待ってください。このチャンネルは、ざっくり経歴を記すっていう感じなんですけど、はい、大事のチャンネルとかも、ね、見させていただいたんですけど、あ、はい、幼少期からの天才みたいな感じの。そうですね、うん、生まれてどのあたりから天才だったかみたいなのってありますか？多分生まれた時からなんですけど、はい、12月31日生まれなんですけど、仮死状態で生まれて、はい、まあその後結局まあ何事もなく成長していったんですけど、2歳の時とかにまあフォローアップというか病院で検査を受けた時、もしかしたらその知能に遅れがあるとかっていうことがあるかもしれないから調べてみたら、2歳の時に5歳半出た、知能が5歳半だったっていう。あ、2歳の時点でひらがなは読めるし、ローマ字も読めるし、簡単な漢字ぐらいまでだと読めた、5歳半なんで、すでに今の僕より賢い番です。そんなことないやろ。5歳半なんですか？5歳半です。5歳半がこんなお世辞言わんやろ。なんやそれ、急用して5歳半っていう。IQ 測るテストみたいなの受けたことあります？小学生の3、4年ぐらいかなの時に、まあ、簡易的な IQ テストは、受けたことがあって、はい、その時は測定不能って言われました。出た。大事な動画で聞いた時も思ったんですけど、満点まではその IQ 用意しとけるはずというか、テストってだって問題数限られてるから、うん、満点の時の偏差値なんぼかから絶対出せるはずやのに、なんで測定。しかも僕記憶力の IQ95 とかなんで、そうだから満点じゃないんですよテスト。ああ記憶は普通だったけど、他が良かったらしい。川上さんは海馬はありました？海馬は調べてないですけど多分あると思う。はい、95はってあるんじゃないですか？確かに平均ぐらいだった。まあそうですね、まあ、一応ちょっと前に海馬のゲストの方がいたんで、はいはいはい、めっちゃバズったバズりましたよね。親御さんも結構頭いいというか、少なくともその学歴がいいっていう感じでもないですね。あ、そうなんですか。父親がまあ普通の大学で、母親は高卒なんで。ああ、へえ、はい、なんか普通の大学ってどれくらいか、大阪出身なんですけど三期合流です。ああ、はい、はい、普通です。はい、あの自分が留学に出たんで。はいはいはい、家庭環境的にも別に教育ママとかでもなかった？でもなく、奈良中高に進んだんですけど、その奈良の存在を小学校5年生まで知らなくって。おー、普通はね、その小3とか小4ぐらいから塾に行き始めて、ベテランの小2とか、僕小2から、とかが結構普通で、まあその時点から奈良っていうところに行くんだってやってる子が多いんですけど、小5で初めて塾に入って、もともとは大阪教育大学属天王寺中学校っていう中学校しか知らなかったから、そう親がそこを教えてくれて、長いなと思いながら書いてたら、周りの子がみんな三髄に難しいっていう漢字を書いてて、その親にみんなが三髄に難しいっていう学校を書いてたって言ったら、じゃあそこにし。そう、親も存在はしてたというか、やっぱもうそれまではずっと学校で無双してたって感じですか？そうですね、普通の小学校、公立の小学校だったんで、まあ基本的には無双してたし、塾の公開テストみたいなのがあるじゃないですか、はいはい、そこで小学校1年生の時に初めて公開テストを受けたら全国1位だったっていう。初めて受けたかもしれない。そうですね。それまで勉強とかはされてて、まあでもそんなバリバリやってたわけでもなく、まあ教材みたいなものは与えられてはいたんですけど、これを一日何時間やんないとダメみたいな教育ではなかったかなって感じで、まあ小学校1年生の時に受けて以来、小4ぐらいまでいろんな塾の公開テストを受けては成績上位者に乗るっていう。その会話での無双状態でもありました。ああ、道場破りみたいな。そうそうね、道場破りで、塾には行ってなかった。塾には行ってなくて、日能研とかで入ってないのに公開テストの会場に僕がいるとざわつくっていう。お、川上様って呼ばれてた。で、小学校5年生で、まあ、のぞみ学園っていう受験塾に入って、そこも、まあ、普通は週に4回とか通常の授業を受けると思うんですけど、ちょっと家が遠くて通うの大変だなと思って、通常の授業を受けずに、なんか最高レベル演習みたいな
が、まあ、その上位層だけが受ける週1週2ぐらいの授業だけを受けてて、ずっとだから特訓生って呼ばれてました。テストの成績表みたいなの返ってきたら、あの所属クラスみたいな、そうそう S0 みたいな S1 みたいなのがあるのに、特訓って書いてある。なんすかね、イメージで言うとだから浪人して寸大とか入ったら、その週5で授業あるじゃないですか、はい、あれを受けてないみたいな感じというか、もう属してるだけになる、そういう感じですね、多分。なんか資格とかも取られてました、なんか。まあ資格っていうか漢字検定とかは小3小4とかで準2級とかを取ってました。準2級の高校生ぐらいですか、ぐらいですかね、漢字が好きだったんですかね。国語が得意とかですか。そうですね、一番得意なのはまあ国語、ずっとそうですね。数学とかは、数学も得意。ちなみに灘の模試とか受けてました、ね、受けてたけど、まあその普通に成績上位ぐらいだったんですけど、まあ本当に2週間前とかの模試で塾の中で2位だった。それも別に小6になって必死で頑張ったとかではない。うん、そうですね、小6になってからも週3しか行ってないから。あ、慣れてるな。そうね、まあ灘の本番もちょっと緊張したのかミスもあったけど、国家試験よりは上で受かったっていう感じで、まあチレッと受かりましたね。チレッと。いや、知らないです。でもそんだけ頭良かったら楽しかったですか、人生。人生あれ、まあ、小学生までの話で言うと、勉強以外のことはあんまりできなかったんで、まあ、運動とかももちろんできないし、その人間関係がうまいタイプでもそんなにないから、まあ、なんかいじめられないように自分が頭いいのを使ってたっていう感じで、まあ、だからカンニングさせてあげるみたいな。カンニングさせてバレたりとかはなかったですか。小学校6年生の時にカンニングをさせてたらバレて、僕が怒られたんですよ、先生。そう、その時に泣いちゃって、そう、今までずっとそうやって世の中渡り歩いてきたから、そこで否定された気分になって、あ、今までの人生は何だったんだろう。早くカンニングさせただけで高1みたいな泣き方。3歳半早いから、ずっとプラス3ぐらいかもしれない。中では成績良かったですか。中学入って最初の1年の1学期の中間テストで、受験と同じノリで勉強してたら学年で2位になって。勉強苦じゃないですもんね。そう、あ、これやりすぎたなと思って、逆にそっから手抜いてました。かわいい、その話。主席狙いたいとかもなかったですか。特にない。で、まあちょっと手抜いて、でもまあ普通に根が真面目っていうのもあって、中学の間、中学3年間ぐらいは上位3分の1ぐらい。すごい。数学とかは全然苦にしてなかったんですけど、英語だけ中学入ってから初めてやるものだったから、中1で入ってゼロからスタートっていうところでつまずいちゃって、最初のね2位だった時の中間試験とかは、まあ、本当にちょっとした単語の書き取りとかだったから100点取ったんですけど、その後それが最後の100点でしたね、英語に関しては。小学校の時もそうだったんですけど、努力量は明らかに人より少なくって、たくさんやると追い切れなくなっちゃうというか、タスクがたくさんあるとできないタイプだったんで、逆に結構その週2週3で少ないって言われるけど、自分の中では目いっぱいやったつもりだったから、これ以上勉強したことは人生において今までないから。そう、小学校6年生の週3の受験勉強が今までの人生の中で一番した勉強かなって思ってます。まあ英語に関しては結局やんなかったからできないっていう感じ。絶対やったらできますよ、多分。多分でも今までやったことがないからっていう。でも最終その東大英語くらいまでは持っていたって感じなんですか。持ってけてない。お、そうなんですね。最低限ぐらいにはたどり着いたけどっていう感じですかね。まあ、成績は上位3分の1ぐらいだったら東大はいけるぐらいの感じですよ、ね。まあ余裕で現役合格するかなっていうぐらいですね、多分。真ん中ちょい下ぐらいでボーダーというか、多分東大だと思います。その理3目指そうとかだったらもうちょっと話は変わってくるかもしれないけど、もともと医者とかになるつもりもなかったから、医者と弁護士に興味がなかったんですよ。だから理3と文1が全然その頭の中になくて、医者と弁護士に興味なかったら灘で頑張る必要がマジでないというか。そう、真ん中におるだけです。その医者と弁護士以外のルートはもう東大に入るっていうそのトップの選択がもう確定してるから、モチベが多分なくなるというか。志望校とかはもう全員東大にさせられるんですかね。させられはしないけど、他を選ぶ理由があんまりない。かっこいい。志望の軽いとかありました。僕は高2まで理系で、あ、そう、理系だったんですけど、その時は理科2類に一応してました。でも理由は全然なくて、はい、その
もともと何がしたいとかはあんまりなくって、正直 B2 だったら入りやすいかなと思って、B1 よりちょっと低い、そうですね、理系の中ではまあ一番入りやすいかなと思って A2 にしてたんですけど、高1高2ぐらい成績がどんどん下がってきて、そう、まあ、理系がどんどん専門科目というか、物理科学とか、まあ、数学とかがどんどん難しくなっていくっていうのがあって、数学はまあ別にできたんですけど、あの三角関数の公式を覚えてなくっていつも数学の時はそれテスト中に導出して解いてたんです。加工定理導出してたんですそれが物理にも三角関数の公式使わなきゃいけなくなって、物理はさすがに間に合わなかったっていうのがあって、物理が急に苦手になった。物理が苦手だとちょっと理系大変かもしれないなっていうのがあって、でも英語もできないから苦手科目が2つあるとちょっとしんどいかもと思って、文系に行くかと思って文科三類に志望校を高2のだから12月とかに変えて、東大の模試とか受けてました。そのだから高3の段階では受けてて、まあ文3の成績が夏がだから B と D とか、おおで、まあまあ、アッキーが片方しか受けなくて B。 うん、部活とか行ってました。まあクイズ同好会ですね。そのベテランさんと、あ、そうですね、僕の2個上。クイケンでも川上さんそんななんかめっちゃ努力して死ぬ気になってたイメージはない正直遊びでやってた、まあ部活なんでね、別に中高の、うん、まあそうそう、そう、受験勉強は結構ゴリゴリにやってました。ゴリゴリにやってないです勉強自体はそんなに苦ではないんですけど、うん、努力するのが苦手で、東進の衛星予備校とかに通ってて、まあ、ほぼ自習室として使ってるんですけど、うん、すぐに抜け出してミスドとかでドーナツ作ってましたね。ドーナツ作って漫画読んでた勉強時間的にはそんなに確保してないっていう、うん、めちゃくちゃ少ないと何時間ぐらいですか。センター前とかにちょっとさすがに勉強しなきゃと思って毎日何時間勉強したかをつけた、記録をつけたら、なんか最初の1週間ぐらいで平均したら3時間ぐらい結局その文転してから何も成績が伸びなかった、国語と数学ができるから、まあ、その2本だけでいった英語はもう理系でも文系でも関係なくできないから、まあ、ほっといて、で日本史と地理の選択にして高2まで倫理政経を受けて、ああ理系だったらそうですね、でも文転するとなった時に倫理政経を東大は使えない、理系しか使えなくって、新たに2つ始めなきゃいけないってなって、もう日本史世界史地理の中で世界史はさすがに音より多すぎるだろうと思って、日本史と地理、まあ地理はまあなんとなく好きだからいけるけどなんとなく好きやったらいけんねや地理って日本史に関してはもう全然、結局日本史の通試が終わったのが高3の秋とか、やばい、おっそ日本史に関してはそのなんとか覚えなきゃいけないと思って、そのノートに一からいろんな資料を見ながら日本史の歴史を全部書いていくのやったら秋までちゃんと覚えてはいるんですか。センターで8割ぐらいにはなった。すごい。ノートにつけてたから間に合わんかったみたいな言い方してるけどドーナツ食ってなかったら夏とかに終わってた。でもドーナツ食ってなくても自習室で何か寝てるだけとかの可能性もそう、高3になってからラジオ聞き始めたりしたあかんな。ドーナツは何食べてたんですか。ドーナツはその当時100円とかでセールやってたら行ってエンゼルフレンチとか美味しいですよね。エンゼルフレンチとか、ね、とかのハニーチュロとか、ね、ハニーチュロで、漫画は何を見る。漫画はなんか近くのツタヤでレンタルコミックって言ってて、そこにあったのを適当に読んでた、はい、あードーナツ食べてる時は食いながら勉強とかはしてない。食いながら漫画読んでるそうレンタルした漫画食いながらドーナツ食ってたらこぼれるだからそれは大丈夫。それはドーナツのカスで油でゴールデンチョコレートとかじゃないからゴールデンチョコレートだったらねパラパラなるけど。ちなみにセンターとか良かったですか。790点とかで、まあ、本当にセンター試験の勉強はしてないですね、センター試験の過去問の何科年とかやつを全然解いてなくて、社会とかでも。社会はさすがに年明けてからぐらいで、なんか年明けてからおっせ、年明けてまあ赤本みたいなものでなんか何科年みたいなやつを解いてたらどんどん点数悪くなってっていいかと自分に甘っ。俺もやってる方だと思ってんだけどな
自分の中ではね。正直その成績的には受からないんじゃないぐらいまで行ってた。3回受けたら2回は落ちるだろうなぐらいの気持ち。2歳の時からプラス3でずっと来てて、そこを釣り合わせていったというか、とりあえずだからもう3浪分ぐらいは進んでて、一応ギリギリ使い果たしたって感じですか。そう、その3回分を使い果たしたかもしれないですね。国語とか数学とか見てる先生からは全然そのまあさすがに受かるでしょうっていうか、東大特進って、まあ、そのまあそれこそ林先生とかが、うん、まあ、現代文だと先生やってるんですけど、あの林先生の付き人みたいな大学生スタッフがいて、あ、まあ、バイトの人は東大生のバイトの人がいて、まあ、それはその東大特進を受けてた人の中から選ばれる。高3の段階で大体大学生になったらやろうっていう感じでスカウトされてて、でも林先生とかその現代文見てる人は僕の国語の成績しか知らなくて、国語の現代文の成績は普通にまあトップクラスだったからスカウトされてるんですけど、林修にスカウトされてたんだと。すげえされてたけど、その僕の成績全部知ってる人はこいつ受からないんじゃないか。本番も国語と数学で逃げ切ったぐらい。正直そうで、国語数学社会と受けてきて、まあなんか手応えいいなぐらいの感覚、うん、特に国語とか数学がまあまあできたからいけるかなと思って英語解いたら、本当にこれ30点ぐらいしかないぞっていう手応えで、30点だとさすがに落ちるかなっていう手応えだったんですけど、蓋開けてみたらなんか勘で書いてる記号が当たってて、結果的に120分の70点ぐらい取ってて、めっちゃ取ってるやん。なんか開示とか出ました、調べてくれよかったな。そう出ましたけど、まあ普通に平均よりは上だったかな。え、合格し平均より上上だった、全体でね。めっちゃ余裕やん。どうした。じゃあまあ2、30点ぐらいはもう合格点から上回ってるってことです。まあその英語の上振れがなくてもまあ大丈夫だったはず。実際東大入ってからその林修さん先生のところに行ったって。に行きました。おお、行ってたんですかね。行ってた行ってた。じゃあ授業中にうちの川上が賢くてさとか言われてたんですか。まあでも近いことがあったと思う。すげえ。だいぶ可愛がられてたと思う。すげえ。ちなみに東大内では成績良かったですか。めちゃくちゃ悪かった。まあ高校生までずっと陰キャというか。まあ、クイズ同好会ですか。そう、クイズ同好会。ただまあその大学入って奈良から文化三類って同じ学年だと3人しかいなくて、クラスに奈良っていうか自分のことを知ってる人がいないっていう状況で、俺は大学デビューのチャンスだなと思って、軽くキャラを変えたというか、制服が明るくなってたっていうのがあって、ただ全然続かなかったっていうか、そのそれをやってると電池切れになる日があって、あ、まあ、本当の自分じゃないですからね。5月祭っていうのがあって、まあ、クラスで出し物したりするんですけど、基本的には模擬店やるんですけど、そういうのなんか代表みたいな、クラス代表みたいなのをまあ4月に決めるからそれをやってて、ただその全然自分が大学に行かないせいで代表ありがとうみたいな色紙をクラスで書いてたらしいけど、いなかったからめっちゃ楽だったわっつって俺がいない情報の時間とかにみんな書いてたらしい。だからもう5月ぐらいの時点で全然学校にいない人になった。単位はまあ取れるやつは取ってたけど、でも最初の1年生の夏学期で英語と中国語を落とした。つらい。英語ができないから案の定中国語もできないんです。別に一番英語から遠いかなと思って中国語見たら別にゼロからだから努力しなかったらできなかった。で他の単位はまあまあって感じですか。いやまあでもなんか悪かったですけどね。1、2年までで何単位取らなきゃいけないみたいなシステムで、まあその年次の単位数、ギリクリアはしたけど、ギリクリアはして、でなんか点数みたいなのが出て、100点満点でずっと60点ぐらいだったんですよ。でまあどれくらいかっていうと、多分平均が72、3、もっと高い、75ぐらいだからずっと下だった平均が。確か取ってない人じゃないと60にならへんから。2年間で結局体育と音楽論しか U 取ってなくて、水谷さん多分50ぐらいですよね。僕54。おお、東大学部史上最低って。54が歴代最低ってことは60もバカ低い。まあ行きたい学がまあ日本語って言ったから、まあ国語のところにしたんですけど、そこは基本的に底割れっていうか、定員割れしてたから、そう定員割れしてて何点でもいけるやろっつって頑張ってキャラ変しようとしてたのが良くなかったなと思って。確かに俺は努力しちゃダメなんだと思ってなかったっていう。週3でドーナツを食ってる方が良かったのに。そうインナーカラーみたいな話決めてましたもんね。第1とかの交換メッシュだったりしたの。メッシュか、してました。赤髪になったりそうとかしてて、あれはねなんかよくわかんないキャラだ。学部は
文学部ですか？そうですね、分散から結局文学部に進んだという感じですね、うん、シンプルな点数って自分より下の人はいました？あ、わかんないなでも学年で確か3人とかしか行ってないから。あ、日本語学自体がね、そう全体で点数が。あ、でもあれだ、でも一番下の人の点数が出るのが自分の点数だったから。え、各学科の合格最低点みたいなみたいなのが出て、その全員割れしてるところはなんか便宜的に一番低かった人の点数になってるってのがあって、あ、これ俺の点数だなって思った記憶があるワンチャンじゃ最下位ぐらいですか？まあ少なくともその学科では最下位で、まあ、文学部全体で最下位とかさすがにないです。1、2年の間のクラスでは最下位だった、うん、そっから留年とかはありました？1、2年の間は結局なかったんですけど、はい、文学部に入って3年生になってより大学に行かなくなって。おお。え、一緒ですか？いや、まあ一緒です。バイさんの後期が結局4単位しか取ってなくて、はい、うわ、何してたんですか？いや、なんかね、行けなかったんだよね、その時期は。シンプルに、メンタル的なメンタル的なのもある。第一の時にちょっと心がしんどくなって、なんか抑うつ状態にあるよみたいなことを診断を受けて、まあそこからしばらく2年間ぐらい薬は飲んでて、そう、このままだとマジでずっと留年し続けるぞと思って、間違いなくもう一級は確定してるんですよ。うん、4単位しか取れてない状態で次に進むと良くないなと思って休学して、東大の休学はお金かからないんで。お金かからないですか？これかかんないかかんない。そうそうするつもりしようかで1年間バイトしてました。ああ、日本語の研究室に進んだから、まあ、研究者志望になってたんですよ。別に本当に研究者志望だったかっていうと怪しくて、ただただ先送りにしてたというか、とりあえず大学院には行きたいなみたいな、となると、まあ、研究者かな、一番就職しなくていい道に文系あるよねこれっていうふうに思ってたから、別にそこでプラス1年しても何の影響もないかと思って。あ、そう、まあ、就活はじゃあもうしない予定ってことですか？そう、その当時は全然しない予定で、まあ、3年生かな、休学する直前ぐらいから、そのクイズノックっていう、まあ、会社というかグループにいて、まあ、そこで、まあ、働いてお金もらったりとか、まあ、それ以外のバイトもしたりとかっていう感じで生活費稼いでたっていう感じですね、まあ、だからなんで僕が出てるかっていうと、僕が暇だから大学に行ってないし。あ、水谷さん休学しない理由とかはありますか？どうやって手続きしたらいいか実際休学は良かったですか？かなり良かったかな。クイズノックだったり他のバイトだったりで、今までの3年間よりも外に出てるぐらいの感じで、そこでなんかだいぶ生活がまともになったっていうのがありましたね。で、まあ1年間休学して、さすがに大学に戻るときは大変だった。もう一回一からやり直しで、しかも留年せずに1年間で取り切ることも可能な単位数でギリギリ、最初は頑張ったけど5月6月くらいで卒論の最初の発表みたいな、こんな感じのことやりますっていうところで、さすがに卒論はできないなと思って、もうその時点で留年を決めたって感じ。6年かけて、まあ、卒業。そうですね、本当はさっきも言ったんですけど院に進むつもりだったんですけど、休学留年の経験を踏まえて、自分は多分研究者とかにはなれないなと思ってまあまあそう、大学院に行くのを諦めて、そしたら俺この後どうすればいいんだと。そうですね、ってことは就職しなきゃいけないのかと思って、とりあえず一旦公務員試験の情報だけ調べて2時間ぐらい2時間ぐらい調べて、分かんないなと思って当時クイズノックがまあまあ大きくなってたから、クイズノックの社長と話して晩ご飯食べて、じゃあ就職すればいいじゃんっていう僕の就活はその調べてた2時間だけ就活2時間早い。だから就活ってどうやってやるのか全然知らないちなみにそのディナーは何を食べたんですか？でもさすがに社長のおごりだったけど、イタリアン的なものだったイタリアン食ってたら泣いて。そう、泣いてなんかちなみに待遇とか聞いたんですか？なんか給料とか福利厚生。まあでもなんか普通だなっていう感じの、普通の正社員、普通の正社員っていう感じ、そもそも公務員でいいやと思ってたタイプだから、公務員も国家とかじゃなくても市役所区役所とかでいいやと思ってたんで、って考えたら待遇は全然良かった。川上さんとにかく野望がないっすね。でもそうかもな。今回なんか人生振り返るかと思って、この動画出るたびに振り返ったら、こいつは何がしたいんだ
そう、今あの経歴を改めて話すと、東大を出て、まあ、東大にいる時からクイズノックっていうところで活動してて、そのままクイズノックに就職で、今から3年ぐらい前にクイズノックを辞めて VTuber の、はい、運営してる会社に入って、まあ、それはまあ VTuber とかが好きだったと思って入って、まあ、そこに2年間ぐらい勤めて、でそこも辞めて今フリーランスの番組ディレクターと、まあ、YouTuber の2つをやってるって感じなんですけど、基本的にこんな道進んでる人がいなくて、将来がどうなるか分かんないし、将来何したいかとかを考えてない結果こうなったんだろうなとは思ってるんですけど、まあでも基本的には自分が今したいことをしてるっていう、幸福度は高いかもしれない、幸福度は多分高いかなってか、幸福度が高い方に進んでるからすぐ会社辞めちゃう。まあ会社に勤めてると幸福度って高くなんないですからね。そう、どうしてもしがらみみたいなものはどうしてもあるんで、7とかで天才で、まあ、それこそずっと小学生からチヤホヤされてくるというか、すごいって自分が気づくわけじゃないですか、そこでなんかその古代妄想というか、俺はすごいやつになるんだみたいなのがあんまならないっていうのがすごい、私はもともと医者とか弁護士政治家全然興味なくて、偉い人になりたいっていう欲望は一個もない。まあ最後にこのチャンネルその高学歴生きにくい方とかに対してちょっとあのメッセージ一言とかいただけたら、そうですね、頑張りたくなかったら頑張らない道もあるかなと思ってます。まあ頑張らないなりに最小限の努力でなんとか人生を切り開くっていう道もあるのかなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。君と止まりたい、それだけなのに I'm in fuck you この街の空に I'm in me to myself こんな時代のそばに I'm in trust in you 代わりもいなくて I'm keeping me